はい、ということで、皆さん、報告というものが、うん、今ね、動画でこれ上がってるんですけど、私たち、アクシニターズ、夏休み8月は日本投稿すると言いました。1週間ぐらい経って、大体流れを掴んできたんですけども、ひどいと。質がね、そう、質がちょっとね、一本一本のね、質が低下しております。自分たちが、なんでその日本投稿しようって言ったのは、やっぱ、夏だから、みんなにいっぱい見てもらいたくて日本投稿をやろうって。だってすごい、でも動画が月に、まあ、30日60本必要なんですよ。週俺ら3で集まって撮影してるんですけど回んないんですよね、時間がどうしても。ほんと言い訳くっそダサいんですけど、本当に自分でここで言ったことを曲げるっていうのこんな早いのはちょっと本当自分でもそのやっぱ、まあ、このアクシエンターズとしてもちょっと本当に悔しいんですけれども、8月アクシエンターズね、日本投稿だったんですけどそれをやめたいと思います。本当にすいませんでした。本当にすいません。それだけじゃ示しがつかないよ。そう、それだけじゃ本当にこんなね盛り上げるとか言ってそれじゃダサいんで、日本投稿は今日から終わってしまうんですけれども、このままじゃ自分たちもまずいと思ってるんで、今日からこの動画があるのが8月7日なので2019年8月7日まで毎日投稿したいと思います。今度は守らせていただきます、うん、はい、これだけはねちょっと毎日投稿はしたいと思ってたんで、ずっともうね時間遅れない。そうだね、時間はまあ9時は厳守で、本当になんかイベントとかそういうのある日はもしかして遅れるかもしれないですけど、基本は9時から10時の間を絶対上げるので、皆さん本当にね夏日本投稿本当楽しみにしてる人もいたと思うんですけど、本当このような結果になってしまうちょっと申し訳ないっていう気持ちがすごいんで、まあ、日本投稿だったねトライアスロンも帰れまてもそうだ、ね、危うくなってしまうので、まあ、その分ねあのお盆休みとか結構えぐい企画をどんどんバコンって一気にストーンと上げていきたいと思うので、うん、皆さんそこは楽しみにしていただけるとありがたいです。なんか本当になんかしんみりした動画なんですけど、毎日投稿頑張ってみんなに面白い動画届けたいと思うので、アクシエンターズよろしくお願いします。お願いします。お願いします。